はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5ザロイヤル続きやっていきます。じゃあ大家さんに会いに行こうか。イフミさん、あ、そうか、知識が5ないとダメなんだよね。だんだん会える人が少なくなってきてはいるんですけども、はい、ん、ニューカーマーだよね。あ、これメッセージから行った方が早いのかな。早いとか、電車賃かかんないかな。わかんない、はい、あら、お、はい、あ、まだ深まないんだ。ん、そうか、ん、まあいいやじゃあ座って。あれ、日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。うん、また来ればいい。そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。え？例の体育教師の問題行動を学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて。どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。ちょっと、ん、目ざとい女性。ああ、週刊誌見たんだ。新学校の闇、学校ぐるみの隠蔽。うん、ああ、あそこの校長、事件当時私を知らないって言い切ってた。子供の命を何だと思ってるの。電車の広告見た？見たかも。またマスコミが来んぜ学校に。嬉しそうっすね。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。あー、やばいね。もっと、あー、聞いてたわけではない。ごめんなさい。あー、大丈夫。今の子、ありじゃね？大丈夫かな、聞かれてたっぽいけど。怪盗団今来てるからさ、誘ったらいけっかな。実は俺怪盗なんだけど。って言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか、隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。ああ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話。
今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ？ほら、今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願いできない？心配いらないって、あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。いい？おう、なかなかないよね、2回修学旅行行くって。まあ引率だから楽しみに行くわけではないと思うんですけど、はい、国語の川上だから授業か。週刊誌で取り沙汰されて不安かもしれないけど、あ、やばい、先生も不祥事に関わってたんですか。まあ、薄々気づいてはいたけどだよね、確か。また今日から丸木先生に来てもらってるから。あ、やれやれ。あ、授業じゃないんだ。やばい、牛丸だよ。ランキングには明智がいる。あ、どうしようかな。誠の方は データ手に入ったか。帰ってきてないから、そもそもねパソコンに触れる機会がないっていう。くれぐれも目立たないように。リュウジはそろそろやばいよね。おい、消えてるのか。はい、大丈夫かな。今4なんですよね、器用さは。さっきを感じる。おー、てか今結構振りかぶらなかった。当てるし、当てたいし、威力も上げたいしみたいな。割とやばい先生じゃないの。はい、威力は乾燥してますね。さてと、放課後に動けるんだ。お疲れっす。身体さばきを教えする約束なんですが、来週はお休みさせていただいてもいいでしょうか。合宿で少し日本を離れる。すごいね。うん、そう、修学旅行なんで。うん、はい、じゃあメメントス行く？今しかないと思うんだよね。金曜でしょ？先生と会う機会あんのかな？で、修学旅行は7日からなんですよね。だからまあ、1、2、5日間、時間はあるんですけど、実際どんだけ動けるのかわかんないんでね。
まあ、今言っとこうかな。実は一個ね、情報をゲットしないやつがあって、メメントっすね。なんだっけな、コンビニでもう一回バイトしなきゃいけないんですけど、できてなくて。だけどちょっと行くか。メールは、まあ、ゆうすけはまあいいかな。人間観察しといてもらって、双葉まだ、うわー気になる。あーそっか、コープだよね。言ってあげたいけどね、言ってあげたいけど、今回ちょっとスルーしてもらって、一旦ちょっとなんだっけ、アジトに集合しようか。よし、これで全員だな。おお、すごいね。これはこれで一つの遊びみたいになってると思うんですけど、ユウスケはじゃがりこ、リュウジは漫画、生徒会長は勉強、アンはスマホ、主人公もスマホ。あ、付き合ってるしね、意外と繋がってんのかもね。双葉はモルガナで、リクエスト見ましょうか。うん、結構よ。よく聞け。好きな男を取られまいと嫉妬に狂うネトスト女子高生。ブログに、うわ、ああ妄想が暴走している。うん、いいぜ。うん、よく聞け。悪どい地上げ屋の情報、四茶のなんだっけ、映画館だよね。うん、立ち退きを要求している。いいだろう。うん、次、よく聞け。極悪非道のコンビニ店長、なんだっけ、レジのお金を自ら盗み取り入れ、バイトに罪をなすりつけてゆすってる。うん、いいぜ。いいだろう。うん、よく聞け。パワハラ上司。すげえあるな。どうせず部下の手柄を奪って私腹を肥やしてる、まあ、仕事してないってことだよね。辞めた若手も多い。そうね。うん、クズの精神を叩き直してやろう。いいね。よく聞け。まだあるよ。渋谷界隈に出現する無差別暴行犯。こんなあったっけ。弱者だけを狙ってかなりの被害者が出てる。いいぜ。うん、まだあるよ。よく聞け。彼女に DV を振る男。これはあの占い師のあれですね、新宿の。内村という男が DV を繰り返していて、放置したら OK が、占いも出てる。うん。こんなやつ。うん。そうね。乗ったわ。いいぞ。ん？ああ、まだ。よく聞け。はい、四茶にいる武見の医者。あ、そうね。大山田だっけ。うん、武見先生が今ピンチ。旧知の医局長大山田ってやつが自分のメンツのために医院を潰しにかかってる。ん、うん、医局長は医療ミスも隠してる。かなりの悪党だ。許せねえ。心の手術してやろうぜ。そうね、いいぞ。うん、もうターゲットの家には我が輩が予告状を置いてきた。モルガナ結構仕事してくれてるね。よく聞け。はい、これが川上先生ですね。はい、卑劣な夫婦の情報。亡くなった子供の事件を出しに川上から金を巻き上げてる。アンドノの前でいいとこ見せてやる。それはまあ思うだけにしといたらいいんじゃない。いいぞ。はい、うん、うん、ああこれで全部。
あとこれか。そうね、コンビニのバイトをすれば情報がゲットできるんですけど、ちょっとねできなかったんで、やろうかということで、はい、結構多い結構多いね。一回これからちょっとメメントスカイになるかもね、何回かに分けて。はい、じゃあ行きましょうか。うん、よし、じゃあ行くぞ。反応がある。真下から。ああ、増えたんだ。最深部に新規エリアが確認されました。案内情報を更新します。また広がったな。お宝取ったせい。なんだよね。これからどんどんでかくなりそうだな。メメントスの領域拡大はお宝取ったからじゃないと思う。回答の検索数とかホットワードのランキング、それに三島のサイトのアクセス件数だと思う。今もちょっとずつ広がってる。俺たちが話題になればなるほどメメントスが広がっているということか。もしかして逆なのかも。どういうこと？私たちが広げてる、あるいは怪盗が大衆に認知されるに従ってメメントスが奥への侵入を許している。カオパスってやつ？言えて妙かもな。マジかよ、すげえな。っていうか双葉がすげえ。こんなんどうやって見つけたんだ？朝飯前。全然知らなかった。我が輩って。はい。俺がなんかね。はい。忘れ物ないわね。さあ始めましょうか。うん。で、双葉がここから一緒に行ってくれるってことでいいのかな。よし、行くぞ。行くぞ。ただ戦闘タイプではないんですよね。だからメンバーは入れ替えてとかではないと思うんですよね。入れ替えるのはここにいるアンとリュウジぐらいかな。はい、じゃあ行こうか。そうね。おお、はいはいはい。いるのは、あ、ここか。あ、ここまでしか行ってない。ここまでしか行ってなくて、次まであるのか。はい。何パレスだ？鴨志田、まだらめ、金白か。はい。じゃあ行きます。で、動画に関しては、なんだっけ。ターゲットのとこだけかな。他はもう、動画にしないでおこうかと思いますね。ん？うん。これは。ん？誰だ？よーし。あ、いきなり DV 彼氏だっけ？またすっちまった。うわぁ、イライラを彼女にぶつけてんだ。何したって俺は許されてんだよ。殴るのは俺だけに与えられた権利。すげえな。お、こいつはやったことあるね。
でやたら殴ろうとすんの。シャドウ内村、あー水気だっけ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。いや風属性だっけ確か。だから雷が効くと思うんですよね。誰か持ってない持ってないかな。確かね雷だったと思うんですけど。誰か雷使えないですか。うん、ジオダイン。うーわマジ外すか。スタンガン使っていこうか。こいつの出番だ。あ、違うな。え、違うの。どうしよう。とりあえず私の怒りを思い出す。おお、ナイスな一撃だ。うん、ナイス。おお、やれ、もうやれますか。まあ余裕や、余裕だったね。うん、お金うま。新スキル習得。防御の心得。戦闘開始時に自動で落下じゃ。いるかな、どうしよう。これ外していいかな。1体だけだからね。全体化だったらいいけど、はい、あんまりだ。うん、うん、はい。周りが自分を分かってないと。え、だから殴ったの。イライラして昏睡棒。すごいね。彼女を殴っていい権利。クズ中のクズですね。はい、うん、うん、4人もいる。まだ行くよ。はい、なかなかだね。でもそんな強くはないね、やっぱ。まあ、だいぶ、レベル上げた状態できたからね。はい。お、はい、次っすね。ん？これは。サラリーマン。ふん。あ、大山だ。おお。いいもん食ってそう。だらしない体ってことかな。うん。うん。こんなやつ。そうね。やめさせないと。そうだな。さあ、武見先生を救おうか。大山だ。一回見たことあるよね。どいつもこいつもゴミばかり。偉い私、医局長の私、誰よりも尊敬されるべき私。ゴミクズを直してやる慈悲深い私に感謝しろ。こびへつらうのだ。はい、いい加減にしろ。うん、本当に思ってる？心配だよとか。あんなにスッキリしたのは久しぶりだな。うわぁ、許さんぞ。この偉い私にその口答え。貴様の診断は生意気改善の望みなし。うん、ああ
こいつなんだっけ、威嚇の力を、こいつなんだっけ。でも弱点変わってんだよね。粘土だっけ。生意気な面だな。ガルラ、ミネギド。あ、でもそんな強くないね。おーっと、全部回復された。最悪だ。多分粘土じゃないのかな。あ、違う。強い上に耐性持ちね。氷結は厳禁よ。あとは、あ、炎くらいなさい。ここでペロソマだ。もうないな。ちょっとこれ装備変えた方がいいかもね。つける、あの属性がね少ないんで。さすがクイーンだな。そこをどけ。お、強っ。バイタルゼロ。あ、うまいね。それはうまいね。どうして私じゃダメなんだ。私だって昔は大勢の患者を救って医学の歴史に名を残したかったさ。だが所詮は盆栽。あー、そっか。多分本物の天才見て萎えちゃったパターンかな。羨ましかったんでしょうね。嫉妬していた。だから彼女の新薬を。嫉妬に効く薬があればな。ああ。タケミの患者は死んではいない。もう治る可能性もないからホスピスに。末期患者の緩和ケア病棟に移した。あー、そっか。治すことをもうしないで、その痛みとか、苦痛を少しでも和らげる方向で、その、終わりを迎えてもらおうっていう場所ですよね。あの患者と家族は私の診断を信じず、学罰に縛られていない新設の病院に転院した。ホスピスに入れようとしたけど、勝手に出て行って死んだっていう風に、もう中で済ませたんだ。だから武見先生が調べたけど、亡くなったっていう情報が出てきたのはそういうことでしょうね。武見ならあるいは何とかできるかもしれんが。そうなんだ。あ、でもよかったわ、生きてたってね。やった。さあ、まだまだいくよ。これは、はい、さあ3体目ですね。これは地上げ屋か。おど、あーと盗んでたんだっけ、店の売り上げを。不快な笑顔だな。接客スマイルってやつだ。その裏で店員を恐喝しやがる。いらっしゃいませ。怪盗団様、ご用件は何でございましょうか。店員を恐喝するなんて。私の店は大手チェーンの直営店。優秀な私に経営は一任されております。なので店のお金をどう使おうと人様に文句を言われる筋合いはありません。店の備品であるバイトの管理も私の自由なのです。はぁ、だいぶねじ曲がってますね。強盗だなお前ら。迷惑な犯罪者は死んでもらう。
あセタンパだっけ。私の聖域を踏み荒らす無法者め。すごいね。まあ店長っていうね、権力に酔いしれちゃったんですかね。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。こいつなんだっけ、氷だっけ。ペルソナ。確かね。私の怒りを思い知れ。普通にやれそうですね。ペルソナ。あー、物理ダメか。弱い。だいぶ弱いな。覚悟の時間だ。主の言葉に耳を傾けなさい。うん。雷は大丈夫だから。どうか。ペルソナ、うん、覚悟しなさい。これも定めか。うん、弱かったね。そんな強くなかったですね。失礼いたしました。私など店長に値しない人物でしょうか。気づけばいい。なんか気持ち悪いな。店員は備品ではなく人材です。ようやく思い出しました。あー、最初はねあったんだ、そういうの。なのに私は悪事のために利用していたなんて。洗いざらい話せ。中華スイーツナビ、何それ。あ、私腹を肥やしていたというわけ。ああ、やった。うん、まだいる。8人いたんだよね、のうちの今3人。3人か。はい、ということで、じゃあ今回これで以上ですね。メメントスやっていきましょうということで。で、武見先生、違う、川上先生か、に報告して、いい関係になってってとこね、狙っていきましょうか。はい。ありがとうございました。